まさか、な。近所、お怪我はありませんか？ああ、大丈夫だよ。雷光が素早く視覚の動きに反応してくれたおかげでね。いえ、そのようなもったいなきお言葉。見事でおじゃる、源殿。マロは前々からそちの腕を信頼しておったのでおじゃるよ。いつかこのように素晴らしい役目を果たすに違いないと、その、分かっていたでおじゃる。やはりマロが見込んだ通り、まことに、期待以上の働きでおじゃるな。お怪我はございませんか？と言っても、聞こえませんよね。それでは、失礼いたします。そうではない。そこがいいと言っている。動けば腹が減り、疲れれば眠くなる。それは、生き物として自然なことだ。生命がお前をそういうふうに作った。俺には食事も休養もいらぬ。お前と出会う前は必要に迫られなければ何も口にせず、睡眠も取らなかった。こうしてお前と歩くようになってからだ。日の出とともに目覚め、食事をとり、夜が来れば眠るようになったのは、お前と出会うまでは何を口にしても灰のようで、味など感じなかった。長い間忘れていた気がする。生きるということがどういうことなのか。お前がいれば、俺は人として生きていられる。都、淡雪の宴。2012年4月19日発売。好評予約受付中。